今日はね、Zoom を通してのメリットとデメリットですね、それについてまずお話しさせていただきたいと思います。で、その後にね、あと今後のね、あのコロナの後の時代、ね、どうやって生きていったらいいのかとか、どういう視点でね、あの生きていったらいいのかっていうことについてもお話しさせていただきたいと思います。ね、特にまあ、あのこういうね、もう大不景気に、ね、なってくると、まあ、困ってらっしゃる方がかなり多くなると思います、ね、案外ねこういう、ね、大ピンチが、ね、大チャンスに変わっていくっていう風になる方も実はいます。視点の、ね、考え方の違いで、ね、変わっていきますからね、まあ、それについてお話しさせていただきたいと思います。ではいきますね。はい、それではね、今日は Zoom を使ってね、あのメリットとデメリットっていうのがあるんですけれども、まあ、いろいろね、まあ、私もやりだして気づいたことについてお話しさせていただきたいと思います。で、今日はね、どちらかといえば、まあ、あの企業を経営している経営者の方とかね、もちろんあの個人でこれから独立しようかなとかね、ちょっとリストラとか失業になっちゃったよって言って今後どうしていこうかなっていう方で、あの悩んでらっしゃる方にはちょっとためになるんじゃないかなと思いますね。ではちょっと見ていきたいと思います、ね。まあ、Zoom のメリットとデメリットですよね。まあ、Zoom も使ったことあるっていう方もいるし、いや、まだに使ったことないという方もいるかと思います。いまだに使ったことないという方は、あの積極的にちょっと使っていくようにした方が今後の世の中生きていきやすくなるかと思います。で、使っている方は まあ、ある程度も感じている方も多いと思いますけどもね、まあ、あのいいところもあれば悪いところもあるっていうのもあるので、その視点っていうのもね、ちょっと気づきっていうのをちょっと意識して話伺っていただけたらと思いますね。ちょっと見ていきたいと思います。まず Zoom 何のためにやるかって言ったら、まあ、遠くに離れてるんですよね。本当は直接会って話できたら一番いいんですけども、まあね、3密っていうのもあってね、あのなかなか人に会えないとか、集まってね、会場を借りてみんなの前でね、あの講演するとかセミナーするってことができなくなってくるわけなんですよね。でもセミナーを、まあ、やってらっしゃる方は多分 Zoom を使ってね、全国各地ね、遠く離れている方とでもお話がちゃんとできるように、まあ話っていうか一方的にね、ちょっと話する形になるかと思いますけどね、大多数で言えばね、まあ2人だけやったら普通に会話できますけどもね。まあそこでのメリットとしては何かって言ったらね、まず固定費っていうのがかからなくなるっていうのがあります。この特にメリットですよね。会場っていうのを借りないと今までダメだったんですよね。例えば東京とか大阪とか名古屋とか福岡とかね、まあ、あのアクセスのいいところで人が集まりやすいところの会場をまず借りないといけないっていう、会場費っていうお金がかかってたわけですよね。でもそれが使わなくて済むわけですね。お金を払わなくてもいいね。で、まあそこで何が言えるかって言ったら、不動産業とかテナントとかね、あの会議室とか会場を貸してた人らは今度これから借りてくれなくなるから、ちょっと残念ですよね。どちらかといえばデメリットというのは、この不動産とかね、テナント貸してた方とか会場貸してた方とかですよね。そういう方はこれからはちょっと厳しくなるっていうのがありますね。で、この会議室の休憩の時に皆さんどうしますかね。コンビニとか近くのなんかコーヒー屋さんとか買ったら、そこ行ってコーヒー買ったりパン買ったりお菓子買ったりしてたと思います。でもそういう会場に行かなくて家にいるわけなんですよね。まあ言えば家で会議が、Zoom を使ったら会議できるわけですからね。ってことはコンビニ行く回数って減りますよ ね。で、どちらかといえば多分スーパーとか、ね、ドラッグストアですね。そっちの方がね、多分お買い物するときも安かったりすると思います、ね。で、駐車場はもちろん あるし、まあ、種類が多いっていうのもあると思います、ね。だからこれからね、多分コンビニちょっと減ってくるんじゃないかなっていうのもありますよね。で、会議室の近くのコンビニとかが流行ってた場合はですけどね、まあ、立地によりますけども、だからこっちはまあちょっとね、落ちやすくなるんじゃないかなって。ここはまあ三角のところもあります。場所とかにもよるからね。都会でね、あのオフィス街のところのコンビニなんかはちょっとね、痛手かもしれません。で、次ここですよね。ここ大きいのもこれです。スーツとかネクタイとかね、あとカバンとか、あと革靴あったと思いますね。会社行く時とかはみんなね、スーツ着てネクタイ締めてね、あとはまあカバン持って、で、まあ革靴履いてってね、あとはもう男性でも髪の毛セットされる方もいますよね。女性は もちろん化粧とかしますよね。化粧とかメイクされますよね。でもこれ Zoom が、ね、出てきたら、本当在宅ワークで別に人と直接会わないから、ね、髪の毛なんかムースとかワックスとかやってた人も別にやらなくてもいいやって感じになりますよね。で、別にスーツとか買わなくて
いいですよね、もう私服か、まあ、言えばこのワイシャツとこの上だけ、ね、なんかそれなりに着とったら、まあ、このカッターシャツとネクタイぐらいでもいいかもしれないけども、まあ、スーツはもういらなくなってくるなとか、あの革靴とかね、あのカバンも別にいらなくなってきますよね。で、女性はそこまでメイクしなくても、まあ、するよっていう方いると思いますけども、まあ、すっぴんでも全然問題はないと思うんですけどもね。で、まあ、どちらかといえば、まあ、こういう洋服系のね、店舗とか、まあ、あとスーツ売ってるとこですよね。まあ、化粧品関係とか美容関係、まあ、特に外から塗りたくるやつとかもそうですよね。そういったのもちょっと追ってきやすいっていうのがありますよね。だからここの業種とか、ここでね、産業を持ってた方とか従業員の方はちょっと考え方とか視点を変えていかないと厳しくなるっていうのがありますよね。で次ね、あの東京とかね、もしくは北海道とかね、あの沖縄とか行く場合って移動しますよね。新幹線とか飛行機乗りますよね。しかもこれ日帰りで帰ってくるならいいんですけど、1泊2日とか2泊3日とかだったらこれホテル泊まらないといけないし、飛行機とか新幹線とか乗るわけですよね。でも Zoom 使うことによってね、ホテル泊まらなくていいんですよね。宿代も浮くわけです。で移動ね、これも新幹線とか飛行機乗らなくていい。ましてやこの満員電車ね、この満員電車なんかもこれ乗らなくてよくなってきたっていう方も多いかと思います。あとまあタクシーとかバスとかもまあもちろんそうですよね。まあ乗る機会が減ってくるっていうのがあります。だここで働いてた方はちょっとまた厳しくなりますよね。自分らリストラとか失業とかなる、どうしようってなりますよね。で今度まあ講義とか、ね、会議、これは本当 Zoom でやりますよね。でまあ、あの今までね100人200人の前で話していた、まあ、こういう講演家の方とか有名人の方はちょっとあの、まあ、Zoom やっておけば、まあ、時間は取れるんですけど、まあ、時間空くと思いますね。空いた時間で何をしているかっていうのもね、まあ人それぞれあると思いますけども、今後の、まあ、あの未来っていうのは、まあ、特にこの2020年の2月以降ですね、節分以降はって言ったら、やっぱしね、2020年の1月末まで、2月の3日までの生活とやっぱしゴロッと変わってきてると思いますし、今後も多分おそらくもう前の時代には戻らないと思いますね。まあ、そのうち自粛が解禁されたらまた元に戻ると思っている方はちょっとやばいと思った方がいいと思います、ね。まあ、私が高校の時にはバブルっていうのがあったんですね。今の大体5、60代の方、70代の方は、まあ、バブル経験されていらっしゃったと思います。まあ、ああいうバブルの時代にはまず戻らないっていう感覚でいた方が多分いいんじゃないかと思います、ね。うん、で今の、ね、この自粛やりながらZoom の良さっていうのがすごく分かってきてるわけなんですよね。メリットって言ったらこんだけあります。お金もかからないし、ね、時間も有効に使えるし、労力も使える、うまく使える、他に回せるっていうのがありますよね。でここの産業に関してはちょっと厳しくなる。でここの産業の人はじゃあどうしたらいいか、ここです。赤色見てほしいんですね。もう視点を変えていかないとダメですね。で何をするかって言ったら、人のね困ってることとか人に役立つことを考えた方がいいです。自分中心じゃなくてね、お客様は何をしてほしいのか、何に悩んでるのか、ね、ここです。商売の基本ってのはここです、ね、相手が何をしてほしいのか、もしくは何に悩んでいるのか、じゃあそれを解決することをしてあげれればうまくいきやすくなりますよね。どの業種でもです。ここに当てはまろうが当てはまってないかろうが関係ありません。どの時代でも言えることはあったらここですよね。相手が何をしてほしいのか、どうしてほしいのかとかね、そういったのを汲み取って行動に移してあげるようにすればいいね。人の悩みを解決するようにしてあげれれば変わってね、変われるんじゃないかなとは思いますね。だから指をくわえて落ち込んでるんじゃなくてね、うん、こういう今産業で働いてたけども、今まさにね帰れるチャンスなんですよね。落ち込んでて人のせいとかね、なんか言ってるやつは多分ずっとそのままで自滅していきますね。案外ねピンチは本当チャンスやったりします。こういうね超不景気になっていきますよね。これからどんどん倒産していきます、うん。で超不景気ってことはみんな悩むわけですよね。どうしようって悩むわけですよね。じゃあそれ逆手にとってね、悩んでいるっていうことは仕事がいっぱいこれから増えてくるっていう考え方です。なんで悩んでるのかっていうのを考えてあげる、
で、その悩んでる人はどうして欲しいのか、どうしたら嬉しいのかとか、希望が叶うのか、ね、そういうのを独立して、自分でね、もう独立して、仕事をね、自分で作っていくっていうやり方をした方がいいです。ね、企業にまたどっかで雇われてほしい、雇ってほしいとかっていう、そういう甘い考え方じゃなくてね、自分の心をね、まず律してね、で、もう自分でやろうと、自分で独立してやろうっていう方が多分、うまくいくと思います。まあ、ちょっと勇気いりますけどもね。というわけでね、今日はね、ズームのメリット、デメリットを一応紹介した上で、何が言いたいかって言ったらここです。視点を変えてねってことです。ね、倒産したりとか、リストラとかでね、失業した、そこで落ち込んでるんじゃなくて、そっから、今実はむちゃくちゃチャンスです。バブルの時って言ったら、こういう視点って見つけれないはずです。だってみんな、バブルやから何やってても儲かるから、ね。そういう場合は考えないはず。でも、企業がでも多分ね、これから6月、7月、8月、9月ってもう、ここ半年間でね、ほぼ半分以上の企業がバタ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 って多分大企業も中小企業も潰れていく可能性が高いと思います。ね、その時にリストラされたとかね、失業してって落ち込んでるんじゃなくて、視点変えてほしいんです。そう言って落ち込んでるってことは希望を見出してほしいんですね。じゃあどうしたいのかとか、なんで悩んでるのかっていうところを突き止めていってほしいんです。ね、そうすると新しい商売って出てきますから、ね、ちょうど江戸末期ですよ今、ね、で明治維新になろうとしているところやから、ね、もう中途半端に刀を振り回してねもがいてたって意味がないから、もうここは視点変えた方がいいっていうのがあります、ね、というわけでね、切り口はまあズームからね行きましたけども、まあ、ここちょっと知ってほしいなっていうのがあります。特に今悩んでらっしゃる方はね、案外チャンスやったりするかもしれないからね、本当独立するチャンスかなと思います。はい、では今日もね見ていただきましてどうもありがとうございます、ね、また次回の動画でお会いしましょう。では失礼いたします。